ちは、矢川です。今日は東京電力富津火力発電所にやってきておりますが、こちらの動画でも、2回、こちらの構内の様子をですね、レポートさせていただいたことが、あります。で、今日はですね、新しい LNG タンクが、新しく、オープンされるということで、記念式典にお呼びいただきましたので、その模様をお届けしたいと思います。はい、こちら玄関入ってすぐのロビーなんですが、正面のモニターで、以前撮った写真を展示していただいている感じですね。大きなモニターでスライドショーで、展示していただいてますので、ここを訪れた方が皆さん見ていらっしゃると思います。前の、大きなスクリーンには先ほど見たものと同じだと思うんですが、写真がスライドショーで出ています。もうすぐ始まると思います。車窓にマイクロバスで来させていただきますので、お声掛けさせていただいた方が順次移動をお願いしたいと思います。はい、今、マイクロバスに乗せていただいて、タンクの近くまでやってきました。先ほどちょっと勘違いしていて、先ほどの会議室みたいなところは簡単な説明だけで、移動のマイクロバスの順番とかですね、そういった説明がありまして、すぐ、移動になりました。で、式典はですね、この、タンクの中で行われそうなので、今移動しているところです。前回の撮影会でも、来たもう工事中のタンクですね、こちらの中に今日は入ることができます。今日はですね、富津市の、大きな記念式典ということで、富津市長をはじめ、消防の方だとかいろいろな方が、今回の式典に参加するためにいらっしゃっています。前回の撮影会でもちょうどこのタンクの前ですね、この辺りまでは来たんですが、ここから、先行している皆さんが今階段登ってますけども、階段を登って、タンクの中に入って、でタンクの中がですね、また階段がたくさんあるということなので、ちょっと楽しみなんですが、お願いします。お待ちください。ちょうど2班の方も到着されたようです。でもう本当タンクのすぐ外まで来ました。でこちらの入り口から入っていきます。すごい狭い、螺旋階段でだいぶ狭いんで気をつけております。これ撮影はきついかな。ゆっくり行きます。あ、つけてください。はい、中を傷つけないように靴カバーをつけます。こんな感じでしょうか。靴カバーをつけました。すでに中がちょっと見えていますが、はい、じゃあまた進みます。はい、165段でございます。はい、またここから165段だそうなので、ゆっくり気をつけて降りたいと思います。これ確かに高所恐怖症の人は怖いですね。ちょっと下取るのはライト一回消してみましょう。これでどうかな。あ、ちょっとこれで映りますね。はい、階段の途中から今下を映してるんですが、扇状に見えるのが席ですね。結構高いところですね。まだ階段は、半分降りてないところだと思いますけど、どのくらいここは広いかわかると思います。おお、すごい。はい、いよいよ、タンクの下の部分に到着です。はい、降りました。到着です。だいぶ広いエリアになりますので、ちょっと電気は一回消そうかな。カメラマンの方にも聞いていたんですが、中に入ると結構このライトがですね、黄色というか緑っぽく見えるんですね。で先ほどの上からの映像の方が分かりやすいと思うんですが、タンク自体が
まあ円形というか丸になっているので、この床の感じも放射状にデザインされてますね。参加者がたくさんいるんですけども、このタンクの中の高さがこういう感じですね。30メートルとか言ってたと思うんですが、いやーこれでかいですね。こんな大空間なかなかないと思うんですが、今こうやってちょっとラベルがですね、下にこれ青堀小って書いてありますが、今小学校の生徒を招待して落書きをしてもらうという企画をやっているそうで、当然ここを稼働してしまうとガスが充満されて中には入れなくなってしまうので、まあ今のうちに記念になるようなまあ絵をですね、まあ落書きを子どもたちにしてもらおうということでやっているそうです。まだ皆さん移動している最中で、式典が始まるまでにはもうちょっと時間がありそうなので、今のうちに、ちょっと中央付近で360度写真を撮ってこようかなと思います。はい、5班に分かれて、移動してきていたんですが、ほぼ、参加者の皆さん集まったみたいですので、もうしばらくすると、記念式典が始まると思います。皆様、改めまして、ここがですね、怪しい中です。また9月ということで、何班になります。それから、ご対応ご多忙のところです。弊社ビッグカルブの国際日本タンクの完成見学会に今日お運びいただきまして誠にありがとうございます。あとの本日は本日は皆さんが非常に気づらんだことはありません。担当の梅田でございました。